ウェイトバンタロットの教皇マルセイユバンタロットの教皇教皇はタロットのダイアルカナに属するカードの一枚。日本語では法王や被災長英語ではザポープと呼ばれることもある。カード番号は5。前のカードは4皇帝。次のカードは6恋人。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では心情、社会性。 恵みとうくを意味するとされる。ヘブライ文字は、バブ、ただし、複数の遺説がある。黄金の夜明け団の説では、コクマーとケセドのセフィラを結合する教に、関連付けられている。以下のような小説がある。その名が示す通り教皇と双子の聖職者がモチーフと、され、教皇が人々を祝福し、罪を許す場面は、慈悲の象徴とされる。中心の、教皇。 下部の二人の人物、上部の二本の柱がトランプやサイコロなどで表される語の形をとり、教皇が語の支配者として揺るぎない立場にいることを表している。教皇は皇帝と異なり宗教的な立法を司る。社会的道徳ではなく宗教的生成に基づいて裁きを下す。また、教皇と女教皇は共に教皇であるが、 教皇は書物を持っていない。これは書物による法文の確認を必要としない。すなわち、教皇自身が法であることを示す。左手に掲げる杖の先端には、例を象徴する十字架が三つも取り付けられている。この杖は、特に、マルセイユ版では、手袋と合わせて、超越的な力を所有するのが個別的な人間の手ではないことを示すと解釈している。また、 教皇の頭には女教皇と同様の3層の冠を確認できる。これらの3は霊的要素の強調を示し、教皇の力が人間の精神、肉体、魂に及んでいることを表している。また、マルセイユ版、ウェイト版ともに教皇と下部の2人の人物を見比べると明らかに大きさの比率が不自然であることがわかるが、 これは心的なものと関わりを持とうとする人間の努力が外在的に形を帯びたもの、すなわち強行を投影的イメージの象徴とする解釈が行われているためとされているにおいては、重要な人物をリアルな比率を無視して巨大に描くことはごく一般的なことであった。二人の人物は聖職者を表しが行われている、特にウェイト版に見られるようにハンデをしたように、 うり二つなことから双子と解釈される。双子は象徴的に二面性を表し、人間の宗教的部分、また人生のあらゆる場面における二面性を表している。また全体の構図は悪魔と対になっている。悪魔のカードでは教皇が悪魔となり、下の二人が前向きで描かれている。 対して、マルセイユ版の強行は、そっぽを向き、下の二人に対して、どこか冷ややかな態度である。ウェイト版とマルセイユ版を見比べてわかるように、22枚のダイアルカナの中で、ウェイトが大きく、構図を変更しなかったうちの1枚である。主な変更点は、人物の向きや右手の位置、杖を持つ、左手の手袋の有無、足元にある交差した鍵の有無、 柱のサイズや位置、全体の配色、レイアウトなどである。ウェイト版では、女教皇と同様の構図で2本の柱が描かれるが、教皇の柱はより対照的に描かれている。お牛座に当てるのは、黄金の夜明け岩の説。サリー・ニコルズ、ユングとタロット ISBN4 から783511837。ありがとうございます。